キルコンファーム。やるかやられるかだ。どちらがいいかは言うまでもない。狙える場所はない。あら、待て、コントローラーが。どうした？一瞬遅延した。マジか。これここグラップルが楽ちんだわ。敵を引き離している。倒したぞ。おお。グラップルね、回復が早いんだよね、なかなか。おすぐ使える。わあ、みんな下かこれ。味方のタックでプロビーコンオフライン。リスポーンが変わった。変わったね。あ、どう。あー、下手くそ。あっつい。これ放射か。なんかファイヤーブレイクのファイヤーより放射の方が脅威な気がする。うん。あ、またリス変わってるっぽいな。変わったね。誰も来るな。タクデプロイを使ってくる。気をつけろ。味方のタクデプロイビーコンオフライン。お邪魔。下が多め。うん。大砲か。敵の歩兵を排除した。まずいまずい。リスから来てる。やばいやばい。逃げる逃げる。グラップルが楽しい。映ってねえ。映ってか。あ、みんな建物の中だわ。あれ上にもいる。うわー、入れ替わる敵。うわわわわ。危ない危ない。ウォーファイターを撃破。ほんとグラップル多用してたら BO3 と大差ないゲームになっちゃったな。うわー、今のは当てたかった。グラビティスラム。え、クソエイム。マジかよ。今の美味しいところだったよ。クソエイムは許されない。それちょっちゃん、大口径2となるものをつけたいな。ぜひとも上半身のダメージアップ。それも最高じゃない。絶対強いもん。言ってることが強いもん。これリスポーンは変わった。変わった。くっそ。味方のタックでプロイビーコンオフライン。グラップルアタック楽しいんだけどね、戦法的には良くないものだわ。そうなの。だってゲームできないもん。うわ、放射はマジでやめて。放射うぜえ。まぶしい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 。エイジャックスの9番もなかなか強いわ。
あれリチャージ超早いしね。あ、そうなの。うん、使ったことないんだよな。超便利なんだ。タックデプロイビーコン、タックデプロイビーコン、オフライン。あれあれ登れなかった。敵タグ回収しなくてくさ。回収して。ユリファイヤー。でも回収する。ほっ。イエス。弾がない。弾が減ってることに全然気づかないな。それはダメですよ。無限に弾欲しい。わかる。変わった。味方のタックデプロイビーコンオフライン。変わったね。ね、こっち来る敵もいるのか。おお、ワンショット通気で。かっこいい。あらららら、こっち来ないで。痛い。いや、放射倒した。で。え、マジか。放射の有効範囲広いな。しかも結構な長時間これ体力回復使えないしね。それ困ったちゃんだわ。エイジャクスを仕留めた。俺がグラビティスラムを決めたいところだ。わしおい。違った。敵を排除。サプライズだ。味方のタックデプロイビーコンオフライン。ルインの権限のもとヘルストームを排除しろ。あらららら。眩しいんじゃ。タグ回収回収。マジか。ジャンプ打ちが遅い。勝利を目前だ。必ず掴み取れ。これはラスキルいただきかな。ないな。やつは終わりだ。いただき40人倒しましたよ。やば。あれ誰やお前。今日よそりした。アサルトダウン。嘘でしょ。これは回収してるわ。俺の方が良かったよ。